はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね一風変わったフィギュアをご紹介したいと思います。まあね、ガチャガチャでね一時期、でっかいダンゴムシ、はい、あれがね一時期ねなんか人気があってね売り切れたりとかしてたんですけれども、それです。はい、はい、それのねプレミアムバンダイ限定品が出たので、ちょっとねかっこいいなと思って、ね、まず予約しちゃったんですよね。はい、で、ちょっと届いたんで紹介していこうと思います。はい、とりあえずね、こちらです。じゃん。はい、バグアーツ、はい、風神雷神図っていうことでね、すごいでしょう、名前だけでもね。はい、こちらをねちょっとね購入したんですけれども、早速でもあの段ボールから、出してあります。はい、もうね箱からしてかっこいい。はい、こちら、うわすごいね、もう真っ黒なんだけど金の白押しでバグアーツ風神雷神図、かっこいい。この箱だけでちょっとかっこいいよね。はい、でダンゴムシのマークね、これね。で、裏面はね、まあ、こういう説明書になってますね。ダンゴムシの遊び方ということでね、こうやって開いて閉じて飾れるよっていうね、はい、そういう説明書きですね。はい、いやこれはね意外にちょっと楽しみにしてましたね。はい、はい、では早速ね、これ中身ちょっと開けたいと思います。はい、今ねちょっと蓋を外したんですが、はい、こんな感じ。いやもうかっこいい。何これ、風神雷神、うおこの箱だけでもすげえかっこいいな。でオープンにすると、まあしっかりとなんかねスポンジかな、うん、スポンジのねなんか入ってますね。はい、うわやーべーこれ見てください。うわかっけえ、なんだこれ、金ですね。いやこれかっこいいな。はい、じゃあちょっと取り出してみましょう。よっ、はい、うわすごい、雷神、うわめっちゃダンゴムシ、うわーすごい。ちょっとね、あの苦手な人は閲覧注意ですよね。あー、うわーすげー。あのねガチャガチャでもね、あの買ったことないんですよ、このダンゴムシ。だから手にするの初めてなんですけど、いやこれ結構リアルだな。いやでもよくできてるな。うわすっげー綺麗。うわちょっと風神の方もね、はい、よっ、はい、かっこいいね風神。おもちゃっていうんじゃなくてね、ほんともうこれはアート作品ですね。はい、いやこれはすごいな。いやこれかっこいい。でちょっとこれ折りたたみ方どうだったっけな、ちょっと折りたたんでみますかね。はい、丸めることができました。はい、こちらです。じゃん、かっこいい雷神。はい、うわすっげーなこれ。いやーすごいこれ、かっけー、めっちゃこれほんと綺
綺麗だな、アートだよね。で、これが台座。はい、まあ、どう向きでもいいんだと思うけどね、こういう風にね。で、風神の方もね、はい、こちら風神、はい、いや、かっこいい、これもかっこいい。すごいな、はい、こちらもね、台座、はい、こういう感じですね。いや、これすごいな、かっこいい。いやね、ほんとね、このね、風神雷神図っていうのをね、自分大好きなんですよね。はい、まあ、日本人が外人さんでもね、好きだと思うんですけど、日本人でも好きですね、これはね。かっこいいもんね。いやー、これは素晴らしい。はい、ということでね、ちょっとね、あの台座でね、それぞれ、断固状態とオープン状態、はい、そちらをね、回転しながら、見ていただければなと思います。はい、まあ、今日はね、短いですけれども、この辺で終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。あと、いいね、グッドボタンを押していただけますとありがたいです。では、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。消せないまま心の鉛が積み重なる。どれだけ